憎しみ合う者たちがいた。ムクロは野に朽ち、御霊は血に染み、絆は刃に分かたれた。闇についえし真心が泣く。愛する者よ、死に候え。いやー、明け絹殿、わしはこの通りの太っちょゆえ、嫁にするならそなたのような細腰の女子と常々思っておってな。明け絹殿は太っちょはお嫌いかの。どうじゃろう、我ら二人も源之助様とおぼろ様を見なろうっての。やめぬか、丈助。悪い酒じゃ。明け絹殿の困り顔がわからぬか。いや、こりゃいかん。いささか飲みすぎたようでござるな。これはうまい。よう使っておる。甲賀のものとはまた一味違う。きっとお塩のせいですわ、源之助様。伊賀のお塩は赤穂のものを取り寄せておりますゆえ。よろしければお持ち帰りになられますか。裏手の塩蔵にたんと貯めてございます。はは、まさに備えあれば憂いなし。兵糧に塩は欠かせぬからの。丈助、慎めと申しておろう。源之助様、良いのです。これからは何も隠し立てする必要などないのですから。そうでしょ、ジンゴロ、明け絹。はあ、おぼろ様。おっしゃる通りでございます、おぼろ殿。ちょうど良い機会じゃ。伊賀の衆に稽古の成果を見ていただこう。されど、あの舞は祝言の折に披露するつもりで。その日はさらに趣向を凝らせばよい。拙いが伊賀と甲賀の和睦を祝い、とこしえの栄えを願う笛と舞にござる。源之助様、まさかおぼろ様との大勢の旅にその稽古を。なんだその顔は。お前
わしがおぼろ殿とおて何をしていると思ったのじゃ。そりゃあわしの口からはのう明け絹殿。なぜ私に。手のかかる男じゃ。おぼろ殿、丈助のご無礼お許しくだされ。あれは甲賀一のお調子者にて。どうかお気になさらず。明け絹もわだかまってはおりませんわ。けれど本に面白いお方ですこと。私、甲賀の方々はもっと恐ろしい人たちなのだとばかり。それはわしとて同じじゃ。おぼろ殿からこわもての伊賀衆の滑稽話を聞くほどに親しみが湧いてくる。いくらでもお聞かせいたします。人間近しゅうなってみなければわからんものじゃ。本に時に時峠で会うた者たちが見えなんだが。帰りが遅うございますね。招いては見たもののやはりまだ受け入れがたいのやもしれぬ。いいえ、決してそのようなことは。致し方ないことじゃ。今宵他にもわしとの首席を拒んだ者はおるのであろう。はい。案ずるな、おぼろ殿。時間をかけ分かりおうてゆけばよい。源之助様。我ら甲賀万事谷一族、そしてそなたら伊賀つばがくれ一族、恐るべき忍法秘術を身につけた双方が長年の祝宴と称し憎みや、まこと愚かの極みとわしは思う。はい。おぼろ殿、そなたとわしとで手を携え両の一族を締め付ける鉄の鎖を立ち落とし、まっとうな広い天地と風の音を二つの谷に通わせるのじゃ。はい、源之助様。丈助は例の座敷に。うん、あの巻物のこと他の者には伏せておけ。おぼろ様に蹴取られてはまずいでな。心得ております。明け絹よ、我らも一つ仕掛けてみぬか。え？ちょうど天禅たちも将軍を討ち取っておる頃じゃ。されど天禅様は無理せぬようにと。さればこそよ。では鵜殿丈助に私に。鉄板か。はあ、よりによってこのわしに座敷牢とは少子千万。しかし、明け霧にここまで嫌われるとは悲しいの。それとも対あってのことか。その時の顔と言ったらそうでござるか。
おぼろ殿、なぜ目を伏せておるのじゃ。いえ、何でもございません。疲れているのでござろう。夜も更けた。居室で休まれるがよい。そうではございません。頬が赤いが。何でもございません。なぜ背を向けられる。何でもございません。おかしなおぼろ殿じゃ。源之助様は意地が悪うございます。今はなんと聞き取り損ねてしまい申した。何でもございません。でもおぼろはそんな源之助様が。わしが何じゃ。何でもございません。おぼろ殿、やはりもう休まれた方が。はん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 、呆れた僕年人じゃの。とにかくご無事ならそれで。ん、ウドノ様、ジョスケ殿、明け絹にございます。恥を忍んでまかり越しましてございます。宴の席では伊賀者たちの目がありましたゆえ。何、一体どこ、誰じゃ。ジョスケ殿。行き違うてすまなんだな、明け絹殿。どうやってここを抜け出された。そこはそれ、恋の一年よ。クエン集め。やれ嬉しや、同じ思いであったとは。さあさあ、明け絹殿、今宵だけでもわしの嫁御に。これは眼福じゃ。忍法勝負をいたしましょう、ジョースケ殿。私が負けたらお望み通り一夜の妻に。面白そうじゃが、手加減はせぬぞ、明け絹殿。それはこちらも同じこと。お主。おやすみなさいませ、源之助様。うお、消えた。くそ、どこじゃ、明け絹。ウドのジョウスケ、討ち取ったり。どうなっている。危ない、危ない、ひどいのは明け絹。死んだらどうするつもりじゃ。おのれ、肉まんじゅうめ。うん。
勝負あったようじゃな、アケギヌ殿。されば約束通り。アケギヌ、おぼろ様。これはおぼろ殿。ウドノ様、一体ここで何を。それは。いやいや、面目次第もござらぬ。実は拙者、懲りもせずにまたアケギヌ殿の袖を引き、とうとう激凛に触れてしまいましてな。まあ、何とぞ源之助様には。わかりました。ですが、二度とこのようなことは。愛国神社に近い申す。どなたか存ぜぬが、伊賀者よ。うぬらの心を支配する立ち難き像、その根の深さは先の宴の折痛いほど相分かった。だがそれでもなお古き祝宴の呪縛を断ち切ってほしいのじゃ。我らには今共に手を取り合い、新たな歴史を刻み始める時が訪れておる。わしとおぼろ殿を信じ、力を貸してはくれまいか。明け犬、いくらウドノ様の戯れが過ぎたとはいえ、術を使うとはやりすぎです。申し訳ございません。これは、あちらは塩蔵。まさか。おぼろ様。源之助様。おぼろ殿、どうなされた。お許しください、お許しください、源之助様。何を詫びておられる。失礼いたしました。ジンゴロ、どこじゃ、ジンゴロ。降りてきいや、ジンゴロ。おぼろ様。ジンゴロウ、お前、源之助様を撃とうとしたのかい。答えや、ジンゴロウ。おぼろ様、このままではジンゴロウ殿が。手を貸してはなりません、明け犬。これは罰です。水、水。あのさっき本物じゃったな。なんと。よう見れば天与ジンゴロウ殿ではないか。もしやその姿で源之助様を撃とうとしたのではあるまいな。水をくれ。さあ申せ甘え。甲賀と伊賀の和睦ならんとする今、源之助様を狙うは何故じゃ。
水を。はよ申さぬか。申せばほれ、いくらでも水をくれてやるぞ。服部家殿、不戦の約定が解かれたのじゃ。何？服部家との約定が？それで。すなわち伊賀と甲賀の。伊賀と甲賀の。甲賀と伊賀のなんじゃ？忍法争いじゃ。バカめ、わしは静まるぞ。住人衆が一人、宇都の城助討ち取ったり。朝もやに沈む甲賀の里、北方より迫り来る狂気、率いるは非業の邪念。大然たる老木に何を思う。奇襲、それは忍者の情動。万事谷北の辻が今血の泥濘と化す。次回、バジリスク甲賀忍法帳、忍びの陸に。